と死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ、リョウ。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママ、ママは？そうだよ、そうさ。だからママはここにいるんだ、きっと。あれは間違いない。俺を呼びに来たんだ。おい、何を言ってる？落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ、一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ！いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く？危ねえぞ！まずいぞ、リョウを止めないと。そう、もう大丈夫。わかったんだ、俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ、ママ、俺だよ。助けて。あらあら、やかましい坊やだこと。ママに会いたかったのかしら？ほーら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物！お前なんかママじゃねえ！俺を裏切りやがって！そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでも、どこでも、困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ？ママ、助けてよ。ああ、何言っちゃってるの、あんた。うるせえ！俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺、ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの、楽しみにしてたんだ。早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子、壊れちゃってるよ。どうしましょう。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。なんだこれ、嫌だ。なにこれ、ママ。動くな、
つかみにくい。お前、ここから落とす。絶対死ぬ。確実。うわあ！助けて、ママ！うるさい。黙れ。これでも食らえ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。えリョウはまだ無事なのか。抵抗してる、リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。キュー、金門がリョウを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな。金門、ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、みんな行くぞ。わかんないよ。さっき、あいつの言う
が仲間を思う気持ちは私が一番知ってるわ。あなたが仲間を助けたいって思ったのは本心じゃないの？わかんなくなっちゃった。いいと思ってやったのに、みんなから嫌われて、相手の気持ちになってとかわかんないよ。私どうすればよかったの？サキ大丈夫。フローラも大丈夫よ。サキ、あなたの心は綺麗だわ。心のままに行動していいの。思った通りにすればいいの。心のままに。サキ、あなたの心はここで立ち止まれって言ってる？私の心は違う。そんなこと思ってない。友達が苦しんでいるのにただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラも、お願い手を貸して。それでいいのよ、サキ。ベジーモン、さっきの強い思いが私をベジーモンへと進化させた。これで私もさっきの思いに応えることができる。行くわよ。覚悟しなさい、サイクロモン。グラオレルム、やっと私の番だね。うんち投げ。よし、私だな。
ラオレルム。お前ら、鬱陶しい。まずいよ、あのサイクロモンってやつ、とっても強い。だからって引けるか。でも、絶対に助けるんだ。頼む、頑張ってくれ、アグモン。うん。これでも、くらえ。サイクロモンの攻撃で足が揺れる。あ、しまった。よっ、ハル。嘘だろ、足から落ちた。ハル、早く助けに行かないと。さっさとこの戦いを終わらせるんだ。あ、わかった。そうだ、一つ目の化け物に落とされて、俺、死んで、いや、生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する態度？はあ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ガキに見下される覚えはね。目で見てんだよ。だから言ってるでしょ、お前なんてどうでもいいんだよ。化け物、助け、ママ。いって。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。
そうだ、スマホ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。ここは俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。ふん、お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。はあ、ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番わかっているはずだよ。そうだ、そうだった。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって、いっぱいいっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って、それがママの最後の言葉で。ああ、そうか、ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。そうか、そうだよ、ここは死後の世界なんだから、死んだママは近くにいるはずだ。ねえママ、いるんだろ？早く会いに来てよ、ママ。これはもうダメだな。完全に壊れちゃってる。ああ、来たんだね君。でもちょっと遅かったね。霧の中に何かが。ママ、やっぱり来てくれたんだ。ママ。見てごらんよ。君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。りょう、ハル。あ、いたわ。二人とも無事よ。ハル。涙で顔がぐしょぐしょよ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ霧に向かってね。
え？ママ、ママ。ねえ、あれやばくない？リョウ、なんか笑ってんのか？みんな、まずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。リョウ、ハレ、そこは危ない。早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？気のせいか。影から触手のようなものが伸びて。ちょ、待って待って、寮の方に行ってない？おいおいおい、やばいやばいやばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃダメだ。アグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ。あれはそういうものなんだ。そんな、そんな。おい、リョー、何やってんだ。早く逃げろ。リョー、逃げて。リョー君、どうして、どうして逃げないの？リョウ、何か言ってる？ママ、やっと会えたよ。うん、これからはずっと一緒。もう、離れないでね。待て、待てよ。リョウがまだそこにいるんじゃないのか。ダメ。え、みゆき。たくまさん、ハル、リョウさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから世界に食べられちゃったんだ。
タクマ。アグモン。タクマ、大丈夫？ぼーっとしてるよ。ずっと考えてたんだ、リョウのこと。うん。助けられたはずなんだ。今日だけじゃなく、もっと前に。クネモンに心を開かなかったのも、毒グモンの脅威に震えてた時も、教室にいた時、話し合いの時、探索の時、いつも僕は気づいてた。リョウがヤバい状態だって分かってた。それなのに僕はリョウを助けなかった。僕はリョウを見殺しにしたんだ。タクマはどうしたかった？リョウにもっとみんなと話してほしかったよ。そうすればリョウは一人にならなかったはずなんだ。みんなの中で居場所ができたはずなんだよ。そもそも何が正解なのかだって僕は分かってないんだ。僕のしてきたことは正しかったのか、どうすればよかったのか、僕には何もわからない。タクマの苦しい気持ち、わかるよ。うん。苦しい。苦しいよ。だって、リョウが、仲間が死ぬような目にあっても、この状況を解決する道が見えないんだ。アルケニモンはまだ僕らを狙ってる。ミュウがいる遊園地にだって。敵はいるかもしれない。ここが違う世界なら、元の世界に帰るための手段なんてあるのか。わからない。わからないよ。一体何をどうすればいいんだよ。タクマ、あのね、タクマ、僕は難しいことはわからないけど、とっても大事なことを知ってるよ。それはね、タクマなら頑張れば何でもできるってこと。みんなと力を合わせてでも、無理やりに進んでも、最後にはどうにかしちゃうんだ。なんだよそれ。僕、そんなんじゃないよ。そんなことないよ。僕は信じてる、タクマ。僕は君を信じているよ。アグモン、ありがとう。なんだかすっきりしたよ。おかげで眠れそうだ。そう？ならよかった。おやすみ、アグモン。おやすみ、タクマ。発見したのですが、部下どもがその不甲斐なくて。取り逃がしてきたわけか。どうやらお前には我らが主に仕える自覚が足りないようだな。いいえ、私はそんな。そう、必ず、次こそは必ず人間の子供たちを我らが主の前に生贄として捧げますわ。祭壇が開いたようだが、
お前が生贄を捧げたのではなかったのか。目当ての子供を取り逃がした挙句、生贄を捧げることにも失敗していたとはな。あれはその私ではなく、何者かに先を越されたのよね。その何者かの手によって捧げられたかどうか確認も取れていないのだが。でも子供はまだ何人もいるわ。だから次こそはね。えお前一人で手に負えないというなら、メガシードラモンをつけてやってもいいんだぞ。主への忠誠を示す機会とあらば、あいつもさぞ張り切って成果を上げるだろうからな。その前に俺が出る。必要ないわよ。門左衛門の手もメガシードラモンの手もいらないわ。今度こそ私が子供たちを捕まえてみせるもの。えい、どけどけどけ。あら、ガサツなやつが来たわ。よそ者のガルルモンがここに何の用なのかしら。聞いたぞ。人間の子供から力を得た連中が敵として立ちふさがってるそうだな。だったら何だって言うの。この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぜ。力だけでどうにかなるとは思わないことね、おバカさん。お前また卑怯な手を使ってるのか。自分の力で戦おうともしないのか。うん、また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。けどいつもこいつも胸クソ悪い連中だぜ。やめぬかお前たち。喧嘩打ってきたのはこいつだぜ。まあいい、お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。いいのかしら、あいつ信用できるの。腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。うん、分かってるわよ。私を誰だと思ってるの。ならよいがな、次はないぞ。ここにいる門左衛門やメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること、忘れるな。手を貸してほしければ言え。いまいましい。この私があんなガキどものせいで。いいわ、今に見てなさい。ダメだ、そっちへ行くな。戻れ、リョウ。リョウ、リョウ。Thank you.
で、そういえばアグモン、それにみんなは？あ、おはよう、カイト。ドラクモン。ち、やっと起きてきやがったか。遅くなってごめん。昨日はなかなか寝つけなくて。相当疲れてたんだろ。仕方ねえよ。ところで、他のみんなは？知るかよ。誰も来やしねえ。そうなのか。みんなとっくに集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。目の前でてめえらの仲間が一人霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じでみんな思うところがあるんだろ。みんなのこと少しそっとしておいた方がいいのかな。何言ってんだ。今は一刻も早くミュウを助けに行かなきゃなんねえんだぞ。それはもちろんそうだけど、正体不明の霧のこともあるし、みんな不安なんだよ。だからこそ早く助けに行かなきゃやべえんだろ。霧のことだけじゃねえ、化け物がミュウを狙ってるんだ。何としてでも昨日のうちにミュウを見つけておくんだった。いや、そもそも俺がミュウから目を離してさえいなけりゃ。カイト、ちょっと落ち着けよ。タクマの言う通りだぜ。うるせえ。これが落ち着いていられるか。妹の命がかかってんだ。そんなこと言われなくても分かってんだよ。けどな、一人でイライラしても仕方ねえだろ。もういい。議論してる時間も来ねえ奴らを待ってる時間も無駄だ。俺は一人でミュウを探しに行く。待ちなって。単独行動は危険すぎる。行くなら全員で行くべきだよ。同感だ。おめえを危険な目になんて合わせられないからな。わかったよ。けど待つのは昼までだ。それ以上は待てねえ。昼まで待って誰も来なかったら、その時は誰が何と言おうとミュウを探しに行く。俺一人でな。たくバカ野郎が。その時は俺も一緒に決まってんだろ。はあ、誰がバカだ。誰が、おめえ以外に誰がいるんだよ。どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな。一人で突っ走ろうとすんじゃねえ。何のために俺がいると思ってんだ。そうかよ。そりゃ悪かったな。わけでタクマ、みんなを頼むぞ。昼間ではカイトが勝手に出ていかねえように俺がちゃんと見張ってるから。わかった。みんなを呼んでくる。